皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。本日はこちら、最近手話から発売された MV7 ポッドキャストマイクロフォンなんていうダイナミックマイクを皆様にご紹介させていただこうかと思います。イエーイ MV7 ポッドキャストマイクロフォン、イエーイ MV7、 うわー、まあ楽器とかボーカルとか取れなくはないと思うんですけど、ポッドキャストっていう名前が製品についている通り、ナレーションとかポッドキャストとか、まあそんな感じのこの音声を入力したりとか録音するのに適したマイクという感じです。もともと僕ね、このね、iPhone で使えるマイクを探してたんですよ。で、よく Zoom とかさ、タスカムからこうはめるタイプのさ、このステレオマイクみたいなのあるじゃないですか。あれでもいいかなと思ってたんだけども、いろいろ調べてたら、最近手話から MV7 っていうマイクが出てるらしいぞと。で、こうね、バーっとね、探してたら、なんかね、いろいろレビューとか見てたらさ、島村ガキさんがね、動画上げてらっしゃったんですよ。もうあれ見たらすっげー欲しくなっちゃって。もともとこのね、SM7B っていうこのね、あのマイクがあるんですけども、それめちゃめちゃいいんだけどね、5万円ぐらいしちゃうの。で、その SM7B と、その SM7B を踏襲して作られたっていう、この今回の MV7、こちら。これをね、その島村ガキさんの動画でね、この比較されてらっしゃったんだ。それを聞いてね、うわ、欲しくなった。完璧に欲しくなった。音がまずめちゃめちゃいい。で、安い。そして、スマートフォンとの親和性がすごく高くて便利そう。これはまあ買うしかねえ。うわぁ、どうしよう。欲しい。うわぁ、欲しい。と思って、買っちゃった。っていう感じの動画でございます。これがその MV7 本体です。ちょっとまあ、でっぷりしてるんですけども、この中に、その簡単なエフェクターとか内蔵されてたりとか、あと USB 接続したりとかすることで、スマートフォンとね、めちゃくちゃ便利に使うことができるんですよ。ただ、USB ケーブル、付属しているものは、マイクロ USB と USB Type-C のこの2つだけです。iPhone、iPad などの Apple 製品に関してはこの別売りのこの手話のこのケーブルを買わなければいけません。これがね、いくらだと思う？ここだけマジいただけね。この純正の手話のライトニング&マイクロ USB ケーブル。いくらだと思います？これ。ちょっとコメントで書いて。ちょっといくらだと思う？これマジで。半端ねえから。でも一応これがあれば、もうケーブル1本で済みます。この MV7、後ろ、キャノン端子とイヤホン端子と USB 接続がございます。USB の方にサクッと行って、で、iPhone のこのライトニングの方にサクッと行けば、これで OK。これでもう使える状態でございます。すごいよね。これだけですよ。これだけで、もう収録できるんですよ。半端ないよね。でもこのケーブル、4400円。このケーブル4400円。1500円くらいでよくねっていうね。一応、USB で、この Apple Connection キット、この USB からライトニングするやつ使って試してるんだけど、なんか電力が足んないとかで使えませんでした。すごい悲しい。でもまあ4400円払えば、おめでとうございます！あなたの iPhone、あなたの iPad で、使うことができます。ちょっとこの画面収録をしながら、こっちの画面もお見せしていきましょう。この手話の画面とズバババンと、手話のこのマイクアプリみたいなのがあって、このマイクアプリを立ち上げるとこんな感じの画面なんですよ。この自動レベルってやつにすれば、細かいことがわからない方は、こちらで、このニア近いですよね。近い。そして遠いとか設定したりとか、あとこのね、音が暗くなったりとか、ちょっとこもったりとか、ナチュラルになったりとか、あとこのちょっと持ち上がってブライトな明るいサウンドになったりとかするんで、まあこれでね、適当に選んどけば、マイク側が勝手に、いい感じのセッティングをしてくれます。詳しい方はこのマニュアルの方にして、このマイクの原因を設定したりとか、まあイコライジングを選んだりとか、あとリミッターかけた方がいいと思うんで、リミッターかけてコンプのかかり具合ですね、この辺をいじったりとかしてやると、便利に使えるって感じです。で、面白いのが、このアプリで一回設定するじゃないですか。そしたらこのマイクの方に一旦これが保存されるんで、これケーブル接続を解除しても、iPhone の接続解除しても、もうずっとこの設定は生きたままになります。これがまたちょっと面白いところだななんて感じが、しますね。で、当然のことながら、ガレージバンドなどでのアプリでも、使うことができます。このマイクでガレージバンドで録音することもできると。そういう時は、イヤホン、端子を使いましょう。イヤホン、ブスッと刺して、で、イヤモニとかを使って、音声を聞きながらやるわけでございます。モニタリングをちょっくらオンにして、音声切り替え、ドーン！これ今 MV7 の音声です。どうでしょう？すごい、なんかこの低音がしっかりしているというか、密ががっちりしているというか、なんかすごい、
なんか音が近いって感じですよね。この音で収録することができるんですよ。このケーブル4400円を買えば、4400円を手に入れれば iPhone とこのマイクだけでもうこの音で収録をすることができると半端ないよね。で、これ今、ガレージバンドの方に、ちょっと僕のそのね、スタンド FM の番組のプロジェクター立ち上がってるんですけども、ちょっと録音してみましょうか。録音ボタンポチッと押してみます。せい！皆さん、こんにちは。滝沢勝成です。本日も、あれ、あ、ごめん、そう、ウィルス。あ、ブラックティッシュ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 、Don't cry anymore! Don't cry! 私のお墓の前で Don't cry anymore! In front of 私のお墓の前 Don't cry anymore! 泣かないでってやると、みなさんこんにちは、滝沢勝成です。本日も、あれ、あ、ごめん、そう、ウィルス。ブラックティッシュ、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 Don't cry anymore! Don't cry! 私のお墓の前で Don't cry anymore! In front of 私のお墓の前 Don't cry anymore! 泣かないでっていう感じのね、すごいエキサイティングな、ナレーションを収録することができました。こんな感じでね、このガレージバンドに収録することもできます。こんな感じで、この電源使わなくてもいいしさ、すごいもう簡単に接続できるし、もうすぐに収録できるし、めちゃめちゃ可能性が広がる感じですよね。今まで僕この iPhone のガレージバンドに入力をするために、このゼンハイザーの MK4 からケーブルでスタインバーグの UR44 に行って、で、この44電源が必要だからアダプター繋いでるんですよ。で、そこから USB でこうバーッと行って、このライトニング、ケーブル、変換ケーブルにつないで iPhone って感じだったんだけども、まあちょっと煩雑よね。マイク、ケーブル、インターフェース、ケーブル、変換ケーブル、 iPhone みたいな感じで、けどこの間がですね、もうこれだけなんですよ。やばくない？すごくない？ね、こんなんでございます。こんなんでございます。ほんとね、今年早速ね、買ってよかった機材ナンバーワンです。僕が探し求めていたのはこれ、マジでこれで、この本体の方にタッチパネルとかもあったりとかするんで、ここでちょっと簡単な操作をすることもできます。例えばそのマイクのこの音量、ちょっとインジケーター見えるかな、マイクの音量をここでこの操作をするとインジケーターが動くんですよ。で、なおかつこうタップ1回すると緑色がオレンジ色になって、これイヤホンの出力の大きさを表してます。なんでこれをちょっとボリューム下げると、こんな感じで下がって、で、こっち側にミュートスイッチがあるので、このミュートボタンを押すと音が切れたりとか、まあこんな感じの簡単な操作もできるという感じです。すごくない？なんか今度も現代って感じだよね。で、さっき画面で見せた通り、そのコンプレッサーとかリミッターとかさ、簡単な EQ とかもこの中に内蔵してくれてるから、もう適当に設定するだけでもうこんな感じのいい音でナレーションを収録するとかできるんですよ。まあ現代のマイクだななんて感じがしますよね。すごい便利、マジでびっくりした、びっくりした。まあびっくりしてると思います。びっくりしません？イヤホンするじゃない、でこう喋るじゃない、そうすると自分の声がめちゃくちゃいい音で再生されるんですよ。うわぁ、ラジオ DJ っぽいみたいな感じで、それだけでもね、結構テンション上がる感じになるかと思います。ナレーション、する方とか、あと僕みたいにスタンド FM で配信されている方とか、あとボイシーとかやってる方とか、あとツイキャスとかさ、そういう配信アプリやってる方、めちゃめちゃおすすめ。全然ね、持っててね、遜色ないというかね、損はしないと思います。で、USB とキャノンとイヤホン端子3つついてるんですけども、キャノンに挿せば普通のダイナミックマイクとして使うことができます。で、USB 端子をこの iPhone とかライトニングじゃなくて、普通にパソコンの方につなげば、USB マイクとして使うこともできるので、まあ最近さ、ほら、テレワークとかでさ、ズームとかさ、スカイプとかで、その、LINE とかさ、Google ハングアウトとかで、Google Meet とか最近は、そんなこうね、オンラインでこのミーティングする方いらっしゃるじゃないですか。大活躍ですよ。大活躍です。これを USB で接続するだけで、コンプ、リミッター、EQ、勝手にいい感じにかけてくれて、すっげえいい音声で、この音声で、僕が今喋ってるこの音声が手に入るんですよ。すっごい良くない？すっごい良くない？この音声で会話できたらすごい良くない？なんか世界が平和になる感じがしません？会社の利益が倍増する感じがしません？個人商店の売り上げが倍増する感じがしません？なんか彼女ができそうな感じがしませんか？お金持ちになれる気がしませんか？結婚できる感じがしませんか？もうウハウハですよ。億万長者ですよ。このマイクを買えば。億万長者になれるかもしれない、かもしれないけども、かもしれない、かもしれない。かもしれない。
何のことか分かんなかったけど、そんな感じでございます。音声戻しましょう。ペン、そんな感じで今回はこちらですね、 MV7 の紹介をさせていただきました。いかがでしょうか。まあ僕のね、今この情熱が伝わっている通りもね、すごい便利なんですよ。音いいし、まあちょっとね、3万円ちょっとなんで、ね、安かないけども、でもまあ一家に一台、ちょっとでも収録とかさ、ほら配信とかさ、そういうこのオンライン会話とかする方でしならば、全然持ってて損はないと思います。まあもちろんスタンド立ててね、こんな持たないでね、普通にスタンドとか立てて使えばもっともっと便利に使えるから、そんな感じでございますよ。今回はその MV7 の、ご紹介でございました。まあ公式ページとかね、Amazon リンクとか下の方に貼っておりますので、よかったらチェックしてみてくださいませ。で、僕は最近そのスタンド FM っていうこのね、音声配信アプリで毎日毎日この放送を流してるんですけれども、その放送の音声は全部この MV7 で今は収録しております。音がもっと聞いてみたいという方はぜひそのスタンド FM の URL もチェックしてみてくださいませ。じゃあそんな感じで今回は終わりにさせていただきましょうか。手話の MV7 ポッドキャストマイクロフォンダイナミックマイクのご紹介でございました。物欲を刺激されたかと思うんですけども、いかがでしょうか。本当にもう自分の声がめちゃめちゃいい音で再生されるだけでも結構テンション上がると思うので、ぜひご検討いただければ幸いです。ただ iPhone、iPad をお使いの方は、これを、これの価格込みで考えておかないと予算がオーバーちょっとしてしまうかもしれないので、お気をつけくださいということでございます。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。この辺で終わりにさせていただきましょう。何か感想とかね、リクエストとかありましたらお気軽にコメントの方バシバシしていただければ幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。